ストゥディオ。ハッピーバースデー梅雨ですね、全然晴れてますけれどもね、アジサイの綺麗な季節です。皆さんいかがお過ごしですか。しかしあれですよね、蒸し暑くてねジメジメしてかと思ったら急に寒くなったりして体調崩し合う。さかなクション、すいません、私ちょっと夏風邪をこじらせてしまいました。さかなクション、失礼いたしました。皆さんもお気をつけいただいて。はい、さて今年も7月にも入ってしまいましてですね、後半戦になりました。後半戦の一発目ということですね、ビクターの重要な一押し作品をご紹介いたしましょう。今回ご紹介するのは山崎葵。そうです、ザキヤマですね、山崎葵、素晴らしい夏の作品が出来上がりました。タイトルは夏見。安倍じゃありませんよ、ましてや小川でもありません、夏の海と書きまして夏海。まあ夏だ海だなんて言いますとですね、我々はどうしてもこの開放的な気分に任せて一夏のアバンチュールなんつって妄想が膨らんじゃって、おまけにいろんなところが膨らんじゃったりするもんですけれども、花の穴とかね、そんなのがありますけれども、山崎葵に関して言いますと、もう爽やかさ全開の彼女、とてもそんな世界とは、無縁な、100本ぐらい手前な切ない乙女心を歌っております。なんつったって、歌詞がですね、今年の夏もまた一人なんつってですね、切ないですね、乙女心的には。がただまあでもファンとしてはどうですかね、葵ちゃんかわいそう、かわいそうだけどでも葵ちゃんは一人でいいかなみたいな、誰かのものになってほしくないかなみたいな、なんかね、そんなファンシーにもあったりなんかしてね、これこれで思ったりするかもしれないですね、これね。歌詞に非常に定評のある彼女、デビューの際からですね、荒牧太一さんにも非常に絶賛され、秋元康さんに絶賛されてですね、すでに歌詞サイトの、大手歌詞サイトのアクセスランキングでも1位を獲得していたりするんですよね。同世代の女子の共感を呼ぶんですね、共感こっちなんですよ、呼んだりしてるんですよね、これね、どうなんでしょう今のは、そういう意味ではですね、なんて言うんでしょうね、彼女が描く彼女の等身大の歌詞が非常に素晴らしいんですね。ただまあだから歌詞カード広くなるのは大変ですよ、こう等身大でこんなね開いていくと山崎葵ぐらいの大きさが違う、等身大で気持ちですね、等身大気持ちを彼女は飾らない今の彼女ということですね。つまり北海道から出てきて、東京の大学に通い、少女から大人へ一歩一歩成長していくというね。さらにはなんとセブン&アイホールディングス夏ギフトのですね CM ソングにも決まっておりまして、すでにこれもオンエアされてましてですね、お茶の間にあの爽やかな歌声が届いてるんじゃないでしょうか。しかし素晴らしいですね、セブン&アイ、セブン&アイ、セブン&アイホールディングスさん、もう素晴らしい、お目が高い、この山崎葵のこの歌を選ぶっていうのはね、彼女の歌を聞くとなんか優しい気持ちになる、人に対して優しくなれる、誰かに何かしてあげたくなる、何か贈りたくなる夏ギフトということでですね、やめてください、本当かおいみたいな、やめてください、本当ですよ、本当に、いや素晴らしい楽曲です、本当に、7月10日発売、山崎葵夏見、ぜひチェックしてみてください。というわけで、山崎、春はパン祭りですが夏は海祭りと覚えていただければ、アンドレ部長にお中元買わないと、失礼します、 See you next week、銀座松坂屋でいいかな。